Willkommen zurück bei Spot Online Hollow Ready Station. Das erste, was wir machen, ist Silica. Reden. Okay, das funktioniert so nicht. Ja, das war nicht so, wie ich es wollte. Auch das ist nicht so, wie ich es wollte. Das erste, was wir jetzt tun, ist, wir werfen Silica weg, wollte ich jetzt schon sagen. Aufteilen. Dankeschön, weil ich brauche dich hier vor mir, Silica, im besten Fall. Oder Yui ist ja Hauptquest. Oder? Nee, ist Yui Hauptquest? Nee, Yui ist nicht Hauptquest. Argo ist wahrscheinlich Mr. Wuffel. Gehen wir zuerst zu Yui. Und gucken mal, was Yui so anzubieten hat. Hallo, Yui. Oi, Yui. Oh, Papa. Konnichiwa. ユイは何してるんだ今はプレイヤーさんにこのゲームの遊び方を説明していました遊び方を説明はいいわゆるチュートリアルというものですね Ich war gerade ein Tutorial, das klingt so falsch ああ、そうかユイはここだとチュートリアルキャラって扱いなんだよなそうです基本的にはチュートリアルを追わなくても遊べるように作られていますので、あまり出番はありませんが。けどユイのおかげで、ゲームをちゃんと楽しめるプレイヤーだっているはずだ。そう考えると、ユイは立派な仕事をこなしているんだな。そう言われると嬉しいです。ですが、自分の役割において、少し気になる部分もあるんです。気になる部分？商品の売り買いや、クエストの遊び方など私が説明する内容は多岐にわたるのですが多くの説明は用意されているテキストを話しているだけにすぎません楽しさを伝える一方で私自身はそれらを体験したことがほとんどないんですなるほど体験したわけじゃないことを伝えるのに違和感を覚えるわけだな私も実際に体験すれば楽しさをより正確に伝えられるのですがそんなことを考えていたのかでも実際に体験かならやってみようかやってみるというのはクエストだよ内容によってはきっとユイでもできると思うさもちろんユイが受けることはできないから俺が受けたクエストを手伝う形になるけどお手伝いですかそれなら確かにできそうですね Natürlich nicht, Yui せっかくだからアスナも呼んでみんなでクエストをやろうありがとうございますわーいクエスト頑張ります OK ユイちゃんクエストのお手伝いをしてくれるんだってはい任せてください頼もしいなそれで肝心のクエストだけどどんなのがいいと思うユイちゃんに手伝ってもらえそうなものだと引いて抜いて大収穫っていうクエストはどうかな引いて抜いて大収穫うんなんだか楽しそうでしょあそれに収集系ならユイも協力できるよなじゃあみんなで頑張ってクエストをクリアしようねはーいそれじゃあ早速行ってみようかいや、Unkraut gärten Wundergute Idee この畑が株を収穫する場所か NPC のおじさんからは規定数の株を集めてほしいって説明しかなかったね Das ist so eine typische Level 3 Quest数さえ満たしていればどんな株でもいいのかな重量を指定されていないのであれば数を満たせばクリアとなるはずですでもそれだとちょっと面白くないよなせっかくだから元気のいい株を集めようその方がおじさんも喜ぶだろうしさはいそうしましょうそれじゃあなるべく葉っぱが元気なやつを狙ってったあれあまり大きくなかったなじゃあ私はこれなんかどうかなえ
おお、当たりだな。私も元気な葉っぱを狙って、ふん、ふわ、抜けました。すごーい、ゆいちゃんの顔くらい大きい。やりました。やばいな、これは俺も負けてられないぞ。私ももっと大きいのを探してみせます。ゆいちゃん楽しそう。Beim Rübenziehen. これからもゆいちゃんが手伝いそうなクエストを見つけてやっていこうね。Wenn sie auch Spaß am Aufräumen macht, kann sie gerne bei meinem Zimmer weitermachen. Na, いろいろなことを体験させてあげよう。こっちに来てください。すごいのを見つけました。わかった。今行くよ。さて、マナ娘はどんなものを見つけたのかな？でっかいの見つけたね。というか本当にでかいな。葉っぱだけで推測するとさっきの株の12倍ほどでしょうか。さすがユイだな、こんな立派なのを見つけるなんて。よし、ユイ頑張って抜いてごらん。はい、やってみます。ママも手伝ってあげるね、ゆいちゃん。よし、じゃあ俺も協力するぞ。さん、はい。頑張って、ゆいちゃん。いいぞ、この調子だ。もう少しで抜けそうですね。じゃあ掛け声をかけて力を合わせましょうか。なるほど、それで行こう。では行きますよ。いっせーの、抜けろ。それ。やりました。抜けました。家族の力が株に勝ったんだね。力を合わせた結果だな。Gegen eine Rübe. Die hat sich ja nicht mal gewehrt. Das war's echt gute Arbeit, Yui. Ja, komplett ohne Übersetzungsfehler. Das war's echt gute Arbeit. Gut, damit haben wir Yuis Quest.街に到着です。思った以上に興奮するクエストだったな。土の中から野菜が出てくるときってちょっとワクワクするね。どのくらいの大きさなのか引き抜いて初めてわかりますからね。パパ、ママ、クエストすごく面白かったです。これでチュートリアルの時の参考になったかな。はい、クエストの面白さをプレイヤーの皆さんに伝えることができます。クエストは人と協力することで面白さが無限大に広がるものなんですね。ああ、それが MMO の醍醐味でもあるしな。私が経験したこの気持ちを多くの人にも感じてほしいです。きっとユイちゃんならみんなに楽しさを伝えられるよ。ユイのように実際に体験して楽しさを伝えるチュートリアルキャラなんて他にいないだろうしな。何事も経験ですね。あ、そういえば他にも自分では試したことがなくてわからないことがあるんです。なんだ、また一緒に経験してみるか。ぜひお願いします。それでわからないことって何？あのですね、メニューのずっと奥の方に倫理コード解除設定というのがあるんですが、その機能によってプレイヤーが得られるメリットがわからないんです。ですので可能であれば体験を。ダメ。え、どうして？それを体験するのはまずいんだ。Moment mal,
Moral deaktivieren. Ich glaube, das ist übersetzungstechnisch auch nicht perfekt. Ich glaube, da steht nicht unbedingt Moral. Moral deaktivieren. Will heißen, ist das eine Art Schimpfwortfilter oder was? いいか、ゆい。よく考えてみろ。倫理を解除するということは、世間一般的にはやっちゃいけないことなんだ。やってはいけないこと。つまり犯罪のようなことでしょうか。そうそう。だからね、ゆいちゃんにそんなことをしてほしくないな。 なるほど。それはいけないことですね。せめて倫理解除をしたことのある人からお話を聞くだけでもいいのですが。おいえ。もちろんパパやママはやったことはないんですよね。Guck mal bei klein vorbei. それはもちろんよ。 それでは倫理解除については諦めます。うん、ごめんね、ゆいちゃん。俺たちでも体験させてやれることとやれないことがあるんだよ。おいえ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 。 Gut. So viel zum Thema Yui. Wo ist meine liebe Argo? Die mal irgendwann noch hier war. Okay, scheinbar nicht mehr hier. Doch, da. Ich könnte aber auch mal eben, wir gehen mal eben zum Stand von Silica. Ja, Silica. Kyoa, Miseno Hoa, Oyasumika. Hi. Chotto, Miseno Kanban wo tsukuru Quest wo yaro to omoimashite. Als Dankeschön für Lisbeth, nehme ich an. Kanban? Ah, mai ni skoshi hanashiteita yo na. Hi. Nee, so ein Schild. Ein Verkaufsschild. Also ein Schild, wo drauf steht Dampfbrötchen für 1,69. 俺もそのクエストに同行させてもらってもいいか？え？いいんですか？むしろその方が嬉しいというか、なんというか。それからリズも一緒に誘いたいんだけど。リズさんもですか？もちろん構いませんけど、そもそも一人でも問題ないくらいの難易度だとは思うんですが。Du doch wahrscheinlich auch. ちょっとそのクエストに用があってさ。 それもそうですね。じゃあリズさんも誘って看板作りクエストをやりましょう。これで素材はすべて集まりました。一人でやるとなると地味に大変なクエストだったわね。はい、手伝ってもらって助かりました。あとは この素材を大工好きのおじさん NPC に渡せば好きなデザインの看板を作ってもらえるんです。どんなものにするかは決まっているの？ピナが店長なので、ピナが肉まんを食べている絵にしようと思っています。へえ、ピナの看板でお客さんが増やせるか、店長の腕の見せどころよ。さあ、それじゃあ早速街に戻って。 あ、悪いんだけど、看板もう一つ分だけ素材集めに付き合ってくれないか？もう一つ分？なんでよ。ひょっとしてあんたも店を持つつもり？いや、俺じゃなくてリズの分だよ。私の分？でもうちにはもうあるのに。リズにはきっと余計なお世話だと思うんだけど、あの立派な看板は まだ出番じゃないと思うんだ。きっとリズは SAO や ALO を経ているからこそ、客からの期待と信頼を重く感じてしまっている。でもさ、ここはオリジンでまだ始まって間もないゲームだ。
自分の気持ちと技術の差がまだ埋まってない状態とも言える。リズだってビギナーなんだから気負いしないで一歩ずつ進んでいこう。うん、長年あんたの武器をメンテしてきた私にずいぶんビシッと言ってくれるじゃない。ごめん偉そうなこと言える立場じゃないけどさ。冗談よ。はあ、私もビギナーか。リズさん、ビギナーって言われると悔しいけどその通りだし、気負いしているのもきっと図星。ちょっと背伸びしすぎていたかもしれないわね。ビギナーなんだからコツコツやらないと。シリカが頑張っているようにね。リズさん、看板作りを手伝います。うん、じゃあ頼んでいいかな。ああ、みんなでやろうぜ。 Okay, also sammeln wir noch genug für ein zweites Schild. Ja! Yoshi, Kokome Drop! Nice, Shirika! Ii Tatakai Buri da na! Man braucht 5 Gegenstände, die Monster droppen, um ein Schild herzustellen. Was soll denn das für ein Schild werden? もっと集めないと。私先に進みますね。頑張ってるな、シリカ。私あの子に余計な心配かけてたみたいね。この前も自分はリズに何かしてやれないかって話していたよ。まったく、できた妹ね。シリカはリズのことが好きなんだな。なんかくすぐったいわよ、そんなこと言われると。Es musste ja noch irgendwas musste ja noch passieren. Die perfekte kleine Schwester. シリカ? Yep. 行ってみよう。Und schon, okay, es sind Baumonster, dann verstehe ich das mit dem Schild langsam, aber doch. Also von wegen, dann droppt da einfach nur Holz, was auch immer. Und wir sind wieder in der ursprünglichen Situation, dass Silika unbeholfen irgendwo kopfüber hängt und sich den Rock hochhält, damit keiner drunter gucken kann. また素材をゲットです。シリカ、いい戦いっぷりだったわよ。今のでちょうどリズの分の素材が集まったんじゃないか。本当ですか？やりました。シリカの活躍で明らかに素材集めのペースが上がったわよね。ひるまずに攻め続けたのは圧巻の一言だったよ。まあパンツ丸見えだったけど。Der Kommentar musste natürlich kommen. Ich ratet mal, wer jetzt gleich richtig rot wird. Ich war zu beschäftigt mit Anfeuern, um was zu sehen. Aha.Liz ist so geil. Ah, Liz ist so geil. Kakusu Yoyu ga nakattan desu wa. Kedo, sore tte atashi no tame ni isshoukenmei tadakatte kureta kara desho. Dakara, arigato, Shirika. Liz-san. Sate to, sore ja.看板を作り直して、心も新たに真相回転といきますか。
Kriegen wir das noch mit? Oder ist das jetzt einfach erstmal quasi vorbei? Nein, es kommt was. Ein neues Schild. Da links sehen wir es. Scheinbar. Und ich habe keine... Shop! Ich habe... unten steht Shop. リズさん、私に一歩ずつお店を作り上げていく方法を教えてください。もちろんよ。でも私だってビギナーなんだから、わからないことがあったら教えてよね。はい。一緒に頑張りましょう。リズが元気になってよかった。シリカがリズのことを本当に好きだから元気づけられたんだろうな。 Ja. Wunderbar. Das heißt, wir hätten das ebenfalls abgeschlossen. Du hast eine neue Nachricht bekommen, wahrscheinlich von den ganzen Mädels hier. Asna. Kampf war knapp. Passende Schilder. Ich freue mich, dass Liz unsere zusammenpassenden Schilder gefallen. Ich fühle mich ihr noch näher. Danke für alles. Es muss einen Weg geben. Der Gedanke, dass Premiers Quest benutzt wurde, um die große Teilung zu verursachen. Sie tut mir so leid. Wir haben nichts in den Höhlen der Illusion vergessen, oder? Falls doch, gehe ich nochmal mit dir hin. Macht mir nichts. Aha, genau, Selika. Das Schild von dir und Selika ist 1000-mal besser als mein altes. Lass uns Schwerter verkaufen. Hurra! Das Programm ändert eine Quest für seine eigenen Zwecke. Mann, da sollten wir uns wohl lieber raushalten. Jui. Seit wir zusammen auf unserer Quest waren, konnte ich so vielen Leuten helfen. Lass uns bald wieder eine machen. Srea. Premiers Quest wird ein Grad wieder erschaffen. Wenn das passiert, ist das Problem nicht nur auf Sword Art Origin beschränkt. Yep. Und haben wir sonst noch jemanden? Nein. Gut. Eventliste. Wir haben hier noch ein paar Events ausstehend. Um die kümmern wir uns beim nächsten Mal. Ich sage, viel Spaß mit den Videos. Euer Hedi.